ドリルは、哺乳甲ル目オナガザルカマンドリル属に分類される猿。体長オス 70cm、メス 66cm。オナガオス 12cm、メス 8.1cm。体重オス 17kg、メス 10kg。全身の毛衣は、安価主食。顔には、体毛がなく黒い皮膚が露出し、周囲は、白い体毛で縁取られる。次回は黒い。 電部にも体毛がなく、青や紫色の皮膚が露出する。低地の熱帯ウリニア、産地の森林、川辺林に生息する。半樹状勢で地表でも、樹状でも活動するが、オスは、メスよりも地表性傾向が強い。中高生。一頭のオスと、複数頭のメスからなる二重から三十頭の群れを、形成して生活するが、複数の群れが集まった数百頭の大規模な群れを、 形成することもある。群れは母系、S、集団で、オスは生まれた群れを離脱して単独で生活したり、他の群れに交流する。繁殖形態は体制。34日周期で交尾を行い、妊娠期間は174日。1回に1頭の幼獣を産む。メスは生後42ヶ月で生成熟するが、生後5年で初産を迎えることが多い。寿命は29年。 森林伐採による生息地の破壊、猟犬や獣による狩猟などにより生息数は減少している。日本の動物園では唯一大阪市天王寺動物園が飼育している。ありがとうございます。